最近よくね、中古マンションの物件のね情報をよく見ていたりするんですけど、というのも今住んでいるのが賃貸でして、定期借家というね契約上あと2年ぐらいで出ていかなければいけないということがありまして、ギリギリになるとね、なかなか大変なので、今ぐらいから少しずつ新居のことも考えつつ、でできれば今後ね中古マンションを購入してリノベーションをしたいなっていうふうには思っていたりします。今から約10年ぐらい前にマンションを購入してリノベーションをしたことがあるんですよね。10年近く経つとね、その状況も変わってると思いますので、知り合いのね不動産のプロの方と一緒にアドバイスをいただきながら、中古マンションのね内覧の方行っていきたいと思います。どんな問題があるのか、不動産の闇というものが実際あるのかどうか、ご覧になってみてください。で今回はね結構攻めた企画にしようかなと思ってるんで、ちょっともう気合い入れて行きたいなと思ったんですよ。だからもう事前に用意したものがあって、はい、こちらなんですけど、はい、これをちょっとね注入していただいて、はい、ありがとうございます。じゃあこれで現場に向かいたいと思います。仮宿さんは不動産物件を管理と売買も一応 できる資格を持ってる方で、ずっとその不動産業界にいる専門家っていう立場でお願いしたいなと、何かあったらちょっと頼っている方っていうことになります。なんか物件を購入するときにこう一般の人がこう騙されたみたいな聞いたりするんですよ、はい、そういうのだとどうですか、なんかあります？いやありますね。もう今日明日中に結論出してくださいっていうパターンの時は、本当はリノベーションの工事できるかどうかの業者さんとかに見てもらうっていうのがおすすめなんですけど、その手順を踏む暇がないっていうことがあったりするんで、実際やってみたら問題が起きてて結構大掛かりになっちゃったりとか、はい、そうですね。それは事前に分かったりするってことですよね、調査すれば。ある程度は分かるんですけど、それ時間がないと予算を超えちゃいましたとか、でそういうところっていうのはやっぱ不動産会社さんも責任を持ってくれないところなので、はい、いわゆる自己責任、まあ売ったらまあ関係ないですもんね、はい、ある意味まあそうなっちゃいますね、ちょっとあれっすね、仮宿さんキレが悪いっすねちょっと今日の仮宿さんキレ悪い感じなんで、ちょっと飲んでください、これ一杯。じゃあもうそろそろ着くということで、じゃあその物件に行ってみましょうか。こちらか。じゃあお邪魔します。はい、あどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日は内見という形でご紹介させてもらいます。はい、じゃあこの物件ざっくり言うと広さ的にはどうですか？72平米ほどあります。11階建ての建物の11階の最上階の角部屋になります。なんか条件はかなりいいですね。ちょっとでもボロさが感じるんですけども、はい、結構まあボロさはあるっちゃありますね。そうですね。いやでもなんかめちゃくちゃボロいですけども、壊しちゃうから関係ないって感じですか？そうですね、基本今目に見える範囲にある壁は全て解体できる壁なので、この辺はもう全て取っ払うことができます。こういうまあ雑壁って言って厚さがこれぐらい薄い壁だと構造壁になっていることはほぼないので、もうこの辺の壁もこのストレートの壁も全然取れそうですか？はい、そうですね。逆にここは構造壁になっているので、はい、これはもうこのまんま、ここに柱が隠れてて。あ、それ分かるんですか？あ、分かります。これも柱なんですけど、あ、はい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 、この柱を通してる梁、本当だ本当だ、なのでこれは壊せない。これは全然大丈夫。リノベーション業者じゃないとなんか分かんない部分ってあります？まずやっぱりあの排水の関係ですとか、あの水回りをどこにどのように配置するとかっていうのは基本的にやっぱり不動産会社だと大まかに分かってもできるできないとか、そのあたりの判断がやっぱり難しいです。段差がない部屋を作りたいっていう方ができるんじゃないですかねぐらいの形で買ってしまうと、結局できません、段差がありますってなって結局後で後悔につながることがあるんで。じゃあリノベ前提の場合は不動産屋さんだけに相談するのはもしかしたら問題があるかもって感じですね。おお、今すごい音しましたけど事故物件とかじゃないですか？じゃないですね風でちょっとドアが閉まってしまったみたいです。こっちの部屋なんですか？ちょっと見てみますか？はい、どうぞ。じゃあちょっと失礼します。あ、ちょっとちっちゃい小部屋ですね。寝室とかに、はい、
されてたんですかね。はい、ここは 5.1 畳のお部屋になりますね。結構この物件は音が結構入ってきますね。はい、そうですね。ただこれ二重窓、はい、そうです、二重の窓になってますね。はい、これをする、あ、これだけでも結構静かにはなりますね。そうですね、これ二重にするとだいぶ静かって感じです。そうですね、多分お家全体の窓閉めると結構音がしなくなるので、はい、今ちょっと閉めてみてもいいかもしれないですね。はい、めちゃくちゃ静かになりましたね。めちゃくちゃ静かになります。ああ、じゃあ窓の対策だけで結構大丈夫なんですね。はい、この雑音は。この窓は変えられるんですか？はい、よくある質問なんですけど、はい、この窓自体は外壁と同じ扱いになるので壊せないんですけど、うん、ちょっとここを見ていただくと分かるんですけど、どうなってますか？このサッシのこれアングルっていうんですけど、この金物があるこっちからは壊せます。はい、あ、そうなんですね。はい、じゃあリノベーションでちょっと見た目もこだわって、はい、インナーサッシっていうんですかね、はい、がつければ問題ない感じですかね。そうですね。はい、じゃあ騒音問題も意外とリノベーションで解決みたいな感じですね。そうですね。はい、一応築35年なんですけど新耐震基準になるので。ああ、そうですか。はい、現行 の、 あの新しいマンションと同じ規格になっている。ちなみに不動産屋さんで例えばここの物件紹介されてリノベーションやりたい場合でその他に問題が起きそうな場所ってあります？例えばエアコンの室外機をどのように配置するとか、その配管をどうするとか、ある程度知識がある担当の方であれば判断できるんですけど、その知識レベルによってはそこまで考えが及ばないっていう可能性もあるんで、例えばその北側の部屋に関しては多分ウィンドウエアコンしか現状だと置けなかったりするんで、それをこうどう室外機を配置するとか、そのあたりはやっぱりちゃんとこうリノベーションを前提に考えてないと、後から思ったよりもここがこう張りが新しくできちゃうとか、そういった部分が出てくるんで、リノベーションが終わった後の状態のイメージっていうのをやっぱり共有しやすいっていうのはありますね。はい、ちょっと長いですね説明が。あの奥のエアコン問題とかがよく分かんない場合があると。リノベーションだったらどういう対処法をしますか？これがまあ、はい、既存のエアコンの穴になるので、まあ2つ空いてるんであれば1つはこの部屋用にして、もう1つは向こうの部屋用にして、はい、ここからあの管を通して下を通して下から通すパターンできるんですね。はい、すごいですね。あ、じゃあそれは不動産業者は意外と分かんないっていう。はい、それってなんかエアコンのこう、はい、なんか水が出るやつですか？ドレーンって言いますね。ドレーン排水はキッチンの排水をうまく使ってできるんですね。はい、つなぐような感じ。やっぱりこれもあの不動産会社さんによってはもうここはエアコン最初から設置できませんよみたいな案内されちゃうケースもあったりするんで、諦めろってなっちゃうんですね。やっぱりそこは知識がある方であれば解決方法を提示いただけるんですけども、必ずしもそこは詳しいわけじゃないですもんね。不動産屋探しもむずいっすね。やっぱりリノベーション考えてる方にとっては建築のプロと不動産のプロと一緒に探すのがいいと思うんですけど。ああ、そっか、リノベルさんは両方できるってことですね。そうですね。ああ、そっかそっか、はい、じゃあリノベーションやるんだったら、まあ、その知識が必要ってことですね、物件選びの時点で。そうですね、不動産がどこに建ってるとか条件だけじゃなくて、このお家だったらどんな暮らしができるかみたいな、さっきのこうキッチンの配置とかそういうのを提案しながらお家探しするっていう感じですね。僕が家を買うとしたら水回りとか結構気になるんですよ。大丈夫かなみたいな。開けれますよね。うわっ、カビだらけじゃないですか。はい、これはもう大丈夫ですか？大丈夫ですね。あの結構匂いとかも、はい、例えばペットとかタバコとか気にされる方いるんですけど、はい、本当フルスケルトン状態にすれば匂いが残ったあのことが過去にないですよ。ないですか？はい、内装の見た目は古いですけど断熱とかはしっかりしてるっていう。あ、これでわかるんですね。はい、こっちはトイレ。はい、うわ、これ事故物件じゃないですか？はい、そうです。うわ、ここであったんだ。なんかないですか？はい、あったらあったんで分かります。ああ、そうですか。下地っていってこう裏側にまでカビが回ってることはほぼないですね。あ、はい、トイレをまた作ってまたこんな現象が起きるんじゃないかみたいな心配は、はい、あ、そうですね、もし気にされるんだったら通風がいいドアというか。あ、そういうのがあるんですね。はい、あのそういうちょっとこう風通しができるような仕組みを取り入れた方がいいかもしれないですね。こっちの部屋もちょっと見てみたいですが、畳の部屋っすね。はい、なんか日当たりはすごくいいですけど。そうですね。あ、これ障子じゃなくてドアですね。はい、ガラス扉。これもさっきと同じインナーサッシですね。内窓ですね。あ、本当だ本当だ、二重になってますね。はい、開けっぱなしだとやっぱちょっと気になっちゃうかもしれない。うわ、
ここは？ここも押し入れですね。あ、うわっ、ここはやばそうですけど、なんか水漏れとかなんかそういうの、うん、まあ見る限り上からの跡じゃないので。あ、そうですか。何かもう染み出た感じですか。はい、垂らしちゃった、こぼしちゃったかなんかだと思いますね。あ、本当だ本当だ、この辺も何かこぼした感がありますね。まあ上はなってないですもんね。ちょっと他のところもじゃあ見てみると、うわっ、ちょっと待った、はい、これはやばいんじゃないですか。さすがにこれはやばいですよね。はい、これもう大丈夫ですか。大丈夫です当然ですよね。はい、すぐ大丈夫すぐもうパッと見で大丈夫でした。ちなみに不動産屋さん的には何かどこを見ているとかあるんですか。実際、まあ、こういった一見ちょっと汚い物件というのは掘り出し物なんですね。実はいいってことですね。そうですね。リノベーション済みだとどうしても金額が上乗せになっちゃうので。あ、そっか、はい、これでちょっとリフォームして売ってるっていうパターンもありますよね。それに何百万か使っちゃって、そうです。でそっから売るから、はい、不動産業者からしたらそこに利益乗せて売ってるみたいな。どれぐらい値段上がっちゃうんですか、リフォーム済み物件だと。はい、ものによりますけど、本当に300万ぐらいのもありますが、1000万ぐらいのも ある可能性もあるんですね。じゃあリノベーションやるのに結構数百万無駄にしちゃってる可能性もあるってことですね。はい、あ、じゃあこういうのが特に向いてるんですね。そうですね、いわゆるリノベーション考えてる人からすると宝石物件になるかなと思います。一般の方だけでこの物件を見ていいか悪いかって判断ができないと思うので、はい、めちゃめちゃむずいですよ、はい、で私たちが一緒に行って、うん、さっき言ったそのキッチンがどこまで動かせるかとか、見た目はボロいけど構造的に大丈夫かとか、そういう確認を一緒にするというのが役割になります。あ、そうですか。はい、まあ、この内見によって大体やれることが分かっちゃうってことですよね。はい、8割ぐらいまで分かります、ね、本当ですか。はい、じゃあ結論としては結構いい物件っていう結論ですよね。そうですね内装はちょっとこんな感じですけど、うんうんうん、はい、工事前提であればリノベルさん的にはいい物件と、はい、言って大丈夫だったんですね。はい、事故物件さながらのこんな物件ですけど、はい、実は良かったっていう、なんか気になる点あります？そうですね、実際不動産の価値として見たとしてもこの物件っていうのは非常に立地も良くて、築年数があって、まあ、内装は古いんですけどリノベーションをすることによって、もちろん自分で住む方っていうのももちろん当然大事だと思うんですけども、何か転勤があって貸し出すっていうことが必要になった時にも、まあ、最上階角部屋でしっかりとリノベーションしてあれば、いざっていう時にも貸し出す時にしっかり家賃が取れるっていうのもすごく大事な点だと思うんですね。なるほど、駅地下だと資産価値高いと、まあ、下がりにくいっていうのがすごくあります。そうなんですね、ちょっと話長かったですねちなみに何か重要で見といた方がいい資料とかってあるんですか？あ、そうですね、はい、管理状態がいいマンションをお勧めしているので、はい、こういう重要事項調査報告書と長期修繕計画書っていうのがあるんですけど。マンション独自のやつですね。そうですね、マンションの管理書類と呼ばれるものなんですけど、これが重要事項調査報告書といいます。で、まあ、簡単に言うとマンションの今の健康状態が書かれている通信簿とか履歴書みたいなものだと思ってください。全体で貯められているお金っていうのが4100万円ぐらい。あ、それも分かるんですね。はい、これは大事なポイントかなと思います。あ、何に使ったかとかも分かるんですか？はい、ちょっと簡単ですけど履歴みたいなのが、で1世帯あたり大体100万円以上今貯まっているので、うん、大体100万から150万ぐらい貯まっていれば大規模修繕が実施できるというのが一般的に言われています。そうなんですね。はい、このマンションですごく優秀な点でいうと滞納金が全くないんですよ。え、何ですかそれ？マンションの中でどうしても管理修繕積立金を滞納する方っていうのがいるんですけど、未払いの人がいないってことなんですね。はい、その通りです。あ、じゃあ結構民度高めのマンションなんですね。はい、こういうところで一つ判断するのもいいかなと思いますね。こっちは長期修繕計画書といって未来のことが書かれている。はいはいはい、はいはい、計画ですね。こういうじゃあ書類も見方は分かんないんで、まあ、そこのサポートもしてもらえると。はい、はい、もちろんです。これと似たような物件でここまでできる事例みたいなのもあるんですか？はい、ちょっとそういうところ見れないですか？実際にリノベルさんのお客さんの物件見れます？見れます。これ普段こういうのもあるんですか？あ、はい、全然やってます。やっぱり本当におっしゃった通り、うん、内覧してもイメージが湧かないっていう方のために、近隣でリノベーションされたうちの過去のお客様の物件。あ、じゃあちょっと見学ツアーみたいな感じで、はい、
もしここをリノベーションしたらこれぐらいできるよみたいなのは見れると。あ、じゃあちょっとぜひお願いします。はい、お願いします。じゃあ行ってみましょう。こちらですね。あ、こんにちは。お邪魔します。すごい、おお、すごい。あ、植物が育てられてますね。大好きなので。あ、そうなんですね。なんかもうすでにいいですね。すでにいいですね。よろしくお願いします。高島です。以前きっかけイベント来てくださって、はい、お二人、その時はお二人でしたよね。そうですね。そうですよ。じゃあここのスペースからちょっと聞いてみたいと思うんですけど、まず一番気になるのはやっぱこれでなんですよね一番こう気になったというか、もう大好きで集めてしまって、もう数が増えてます。多くなってきちゃってます。なんですね。ハマってるというか、すごくハマってしまって。そうですよね。これだって選ばないですもん、普通の人はめちゃくちゃ好きなんだろうなみたいな。ここで仕事されるんですか？そうですね、私が普段仕事してます。うーん、在宅みたいな感じなんですか？在宅でリモートワークほとんどやってるんで、好きな植物を眺めながらみたいな。いいっすね。この辺は躯体表しってやつですか？躯体表しにしてしまって、こういう古い感じ好きだなと思ってたので、ここだけはちょっと残して、壁の方も残してもらいましたね。そうなんですね。あえて結構綺麗な方ですよね。そう思います。ここは地区でいうと何年ぐらいなんですか？地区だと40年ちょうどですね。ちょうどなんか新品みたいな感じですねじゃあ管理が結構行き届いてるマンションだったんですか？そうですね、管理の方はあのリノベルさんの方でも調べていただいて、その管理状態がいいっていう情報も聞いてますし、事前にちょっと見てみて、ちゃんと掃除とかも入られてて、あの外の様子も綺麗だな。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。ありがとうございます。じゃあそのリノベルさんがいろいろこう事前に調べたっていうのは本当のことだったんです、ね、本当のことなんだったでも玄関もなんか広々してていいですね。この辺はなんかリノベーションならではって感じですよね、うん、普通のマンションでは多分これぐらいですもんね。あ、そうですね。宅急便の方が慣れてるのか、ここ入った時にうわ広って、普通はもっとこんな感じなんですよね。確かにここ見えますもんね。そうです。なんかこのね、靴とかもここは、はい、作っていただきましたね。造作の棚ですよね。そうですね。お、手洗い場があるえ、こんなところに。でも手洗いではなくて、あ、はい、植物のあ世話するように。そういうことか。土とかもやっぱり出ちゃうので、あの洗面台とかだとちょっと違うかなと思って。ああ、確かにリノベーションするんだったらこういう風にしたいっていうのが決まってたんですね。そうなんです。はい、こっちすごいっすね。これってなんか殴り床でしたっけ？はい、そうです。すごいいいですよね。木が削られてるみたいなフローリングで。高島さんの動画でルームツアーがあって、その時に、はい、あれがすごいいいねってなったのがきっかけで、調べて同じようにしてほしいですって言って、これが。そういうこともあったんですねこっちの部屋は寝室なんですか？あ、そうです。なんかすごいスッキリしてていいですね。ほとんど寝室にはなってしまってますけど、うんうん、でも畳とかにしてちょっとくつろげる。そうですよね。普通の畳でもこういうのあるんですか？畳では、うん、四角いのがあるみたいで。いいですね、これ畳。なんか縁とかないし、こんなのも選べるんですね。あ、なんですかこの扉。扉じゃないななんか部屋があります。ウォークインクローゼットになってて。そうなんですね。回遊できるように。チラッとじゃあ。あ、教えて。あ、すごいこの感じ。多分キッチンの方までつながってそうな。あ、そうです、そうです。スペースなんですね。結構使いやすいんじゃないですか？使いやすさをすごく考えましたね。なんか動線の中にこうクローゼットがあるみたいな感じで無駄がなさそうですよね。じゃあちょっとあと反対側からも見てみようか。で、ここが手洗い場なんですね。そうですね。あ、これいい。こんなのあるんですね。つなぎ目がないんで掃除しやすいんですよね。ね、はい、つなぎ目もないし、なんか見た目もすごい綺麗。これって何ですか？ツールボックスさんの取り扱いがあって、うん、あの一体にもうなってるんで、うん、なんか造作してもらったというかではなくて、もうこれだけではめ込みで。はめ込みで、こんないいのまであるんだ。
めちゃくちゃ可愛いですね。あ、収納もある。ちょっとここはシンプルに造作していただきました、うんうん、いいですね、うん、これあれですよね、高さ合わせてここの棚、あ、調整してます、うん、このカゴに合わせて、あ、そうですそうです、あ、もうこのカゴを使おうっていうのが決まってたんですね。決まってましただからこのスペースがちょうど良くなってるんだ、はい、ちょうど良くなってます。あ、それいいですね、うん、だから扉とか作んなくてもなんか見ればいいですもんね、うん、そうですね。ここはこちらがトイレに、あ、そうなんですね、こんなサイズのあるんですねギリ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 のやつが開けていいですか。あ、大丈夫です。お、こう、あ、ちょっと一段下がってますね。ここが配管の関係で上げることができない。あ、そうなんですか。そんなに気にならない、使い勝手は問題ないっていう。問題ないですね。狭いかなとか思ったんですけど、うんうん、まあ、掃除もしやすいし物がない方が好きだなと思ったので、うん、いいですよね。でちょっとこういう部分がこだわりがあって、そうですね、いい味出してますね。いや、うわすごい開いちゃったこんな細工まで施してでここからがキッチン、キッチンとリビング、リビングになっていますね。リビングもこんな風になってるんだ。明るいですね。南側なのですごく、植物育てれるんだ南側で。そうなんです。なので絶対南向きの、うん、決めてたんですね。もう物件がいいって決めてて、植物のために。あ、しかもここ土間になってあえてこう一段下げてるんですね。そうですね、インナーテラスみたいに。いいですね、はい、これ無垢フローリングですよね。いや、これ無垢じゃないんです、うん、えこんなやつあるんですか。無垢っぽい。え、何、どういうこと、え、何なんですかこれ。普通にウレタンとかで加工しているフローリングではあるんですけど、はい、普通に板が。そうなんですね、こんないい感じのやつあるんですね。無垢だといいお値段するんで。あ、高いですもんね、かなり。私無垢も考えてはいたんですけど、うんうん、やっぱり収縮とか考えて、あとメンテナンスだね、うんうん、確かにメンテナンス僕無垢にしたんですけど、これ大変ですよねみたいな話を思ったのに大変じゃなかった。はみずとかもするんで、ここでね、下が霧吹きをね、うん、濡れちゃったりすること多いんで、そういうのも気にすることなくできるので、いや、いいですよね。植物好きはみんなやった方がいいですよね。これはすごい楽です。楽ですよね、うん、キッチンも見てみましょうか。もともとどんな感じだったんですか。想像つかないですよね。もともとキッチンが、はい、あの壁付け、あ、だったんですか。こちら側になってて、もうちょっと奥の方に専用の部屋で、あ、そうなんですね、台所がありましたね。これ結構大きいですよね。大体長さ240あるんですね、うん、うわ広いな。ここなんかさっきのデザインと似てますね。そうですね、同じような人工大理石のものを選びましたね、うん、いいですね。これってアイランドタイプではないんですよね。そうですね、あの普通の壁付けタイプのキッチンなんですけど、はいはい、腰壁だけこれを造作してるんですね。していただいて、じゃ壁付け用のやつなんだけどアイランドっぽくできると。そうですね、逆に言うとここがすっきりしていいですねこのなんかすごいまっすぐのこの道がいいですね。そうですね、廊下とも言えないこう部屋の一部みたいな、うんうんうん、あんまりその廊下だけみたいなところは極力なくしたくて、うんうんうん、何かしら洗面台であったりとか、はいはい、そういうなんか役割を持たせようかなみたいな。それいいですね。ここなんですか。こちらがお風呂の方の脱衣室と。開けても大丈夫。あ、いい、大丈夫ですプライベートなのかなみたいな、はい、お、すごい綺麗。これ引っ越したのはいつぐらいなんですか。去年の12月、うん、あ、じゃあ結構経ってますよね。8ヶ月ぐらい経ってるけど、なんか生活感とかあんまりないですね。めちゃくちゃスッキリしてる、うん、元からそんなに物持たないし、なるべく隠すというかそういうのはこういう風にしようって決めてスッキリ見えるようにしたんですね。ここももう造作で、はいはい、これそうですね、作っていただいて中に入れるものもなんとなくは決めていたので、こういう既製品みたいなもので組み合わせるっていうさっきの発想ですよね。そうですね、上と下になってますね。下は主に何に使ってますか。下は主に洗剤であったりとかストックみたいなものを貯蓄して。これだったらいいですね。これで目立たないですしね。お風呂も大丈夫ですか。大丈夫ですじゃあちょっと開けてみます。
あ、こんな感じ。あ、綺麗ですね。ほぼ新品みたいな感じっすよね。これだったらなんかゆっくりできそうっすもんね、うん、これ床も壁も決めれるんですよね。そうですね、こちらトートさんのやつの方に行って選んできたんですか。全部床から、浴槽から何色にしようみたいな、いいですね。このタイルもなんかいいっすね。そうですね、なんかめちゃくちゃ石みたいだけど塩ビタイルなんですか。塩ビの、リアルっすね。ここと一緒なんです。あ、本当だ本当だ、うん、あ、ちょっと切り替えてるんですね、水回りで。うん、あ、絶対その方がいいもんな。この金属のなんか切り替えがありますね。こういうのも決めたんですか。まあ、ある程度はもう指定していただいてたんですけど、うん、でもなんか糸を組んでくれて、こういうの好きでしょみたいなので、あ、そうなんですね。え、それなんでわかるんですか。なんかやっぱデザイナーさんと話して、はい、こっちの好きなものを伝えていって、そうすると糸組んでくれて、この2人ならこれだなみたいな感じでやってくれるんですね、はい、開けた時綺麗か、うん、閉めた時に綺麗かっていうのを相談しながら、あんまり閉めてることって普段暮らしてると少ないかなと思ったので、結構開けっぱなしが多いんですかね、うん、でもこれ綺麗ですよ。閉じ込めました。あ、いいっすね、この感じ。見えてもいいみたいな。食器とかも見えても綺麗だし、食器とかもなんか好きそうですね。徐々に集めて、うん、集めてっていうのも楽しそうですね。あ、あれ絶対合わせたでしょ、あそこの。あ、これですか、はい、うん、これこそあれだよね、高島さんのやつ見て、トタンの方がいいよね。あの高島さんがやってたカゴの収納見て、私がこうやりたいって言って、うんうん、だったらトタンがいいよねって言って無印。 あれ違った。こうやって連続して配置するのとかを採用してもらったとか、ね、はい、そういう感じですよね、はい、ちょうど造作でぴったり。ぴったりですね、これは、はい、めちゃくちゃ綺麗。やっぱこうなるとスッキリするんですよね。やっぱ既製品と組み合わせてもやっぱここまで綺麗になるんですよね。で、リビング、リビングもいいですね、これ。スッキリして座ってみていいですか。もちろんです。あ、気持ちいい。そこから外見るのが私すごく好きで。めちゃくちゃいい。これ駅前なんですね。そうですね、結構駅から近いですよね。最短5分ぐらい。最短5分ぐらい。神奈川県の横浜市。横浜でもいい場所いっぱいありますね、うん、そうですね、うん、ちょっと質問していいですか。はい。ここすごい広い部屋じゃないですか、一つの空間として。エアコンこれ1個で足りるんですか。ほとんどいけます。いけますね。まあ、ちょっと大きいですけど、いけるんですね。一応寝室には一つ、別では設けてはいるんですけども、あと植物用にサーキュレーター回してるっていうのもあるんで。常に回してるんですね。あ、これアイママさんのこれ。そうです、そうです。これね、僕も持ってます、これ。それ見てです。あ、本当ですか。採用してくれたんですね。この子もそうです。下も、あ、本当だ、本当だ。これもこれもそうだ。大きくなったんで、台座もアイママさんのところで板付けしてもらって。あ、これもそうじゃないですか。そうですね。めちゃくちゃ買ってる。小株がこっちに移植されたんですね。そうです、そうです。これ丸いな。お二人とも好きなんですか。あ、そうです、そうです。そうなんだ、最高っすね。そうなると最初は私だけだったんですけど。あ、そうなんですか、うん、二人ともなっちゃったんですか。いや、これはなんか増えそうな予感ですね、この二人。ちょっとずつ増やしてますね。あれ、ここにも部屋あるんですね。あ、そうです、ここは私の部屋で。あ、そうなんですね、専用の部屋。仕事されるとか。あ、そうです、そうです、ここで。めちゃくちゃいいですね、この一人の部屋。あ、静かに自分の部屋を。ここだけ、他のところは全然旦那さんにやってもらったんですけど、デザイン。ここだけは完全に私がやってて、ここだけスイッチがちょっと。あ、本当だ、ちょっと違う。自分の好きなようにしてるんですね。お仕事はなんかデザイン系なんですか。あ、そうです、好きなやつをこうバターって貼れるのが、あ、いいですね。壁とかも好きな色にできたので、うんうんうん、引きこもりたいときはずっとここで引きこもってます。ここに棚もあるんですね、はい、本棚みたいな。本棚ですね。外につけると表皮が焼けちゃうので、絶対日陰がいいなって思って。確かにこれだったら絶対に無理っす、ね、無理ミッフィーがいます。ミッフィーの仲間っすか、あいつら。あ、そうですか。
そこにも収納がありますね。そうですね。開けたらやばいやつですか？いや、やばくはない。やばくないですか？ここ造作で、あ、まあ、そんな整ってはいないあれですけど、こんな感じで壁の揃ってて綺麗ですね。そうですね、ここだけ造作で作っていただいて、うん、この壁と面で見えるように。あ、素材とか塗装も一緒なんですね。はい、これ面白いですね。こっち側だけ開いてて、こっちはこうなってるんですね。これがいいですね。切り替えたところですね。この感じ。あ、これブラインドノーマンじゃないですかこれ。そうです。お、いいですかこれ。はい、です。これは下げるのが、おお、自動のタイプですね。自動のにしました。いやいや、絶対いいですよね。結構こう厚みのある感じですね、このブラインドの羽が、ね、全然印象変わりますね。これ2箇所大きいブラインドにしたんですね。はい、それこそ高島さんのノーマンさんのやつを。ああ、本当ですか。見てブラインドといえば、ブラインドは、はい、カーテンじゃなくて絶対これにしようっていうのは言ってました。やっぱすごい違いますね、明るさも。これでかなり遮光できますよね。すごいできます。うわ、うん、ここまで。真っ暗になるんじゃないですかこれ。真っ暗になります、ね、なります、ね、あ、じゃあそっちお願いしていいですか、はい、おここまでの遮光性さすがです、はい、いいですね。プロジェクターとかもできるレベルですね。ウッドブラインドとかってやっぱり金額とかもありますし、オーダーメイドだからお家買わないとなかなかできないですよね。そうですね。そうだ、ちょっと聞きたいことがあって、物件をここへ選んだ時に、元はリノベーションされてない中古物件のイメージじゃないですか、はい、それでどうやって決めたんですか？何が決め手になったとか。そうですね、いくつかはあるんですけど、はい、事前にどういう物件なのかっていうレポートであったりとかまとめていただいたのを事前に何回も見せていただいた上で、古い物件であっても安全性とかそういったところは特に問題ないのかなと思って、事前に結構安心感あったんですね。そうですね、それはやっぱでかいですよね。なんか例えば自分で物件選んだら失敗しそうな気もするんですよね。そうですね、なんか開けてみないと分かんないとか、うんうんうん、絶対あると思うんで、そこまで不安なく、うん、綺麗ですもんね。さっき壁も綺麗だったですけど。そうですね、例えば物件を選ぶときに、はい、僕もリノベルさんで家を買ってリノベーションしたんですけど、うん、ハザードマップめちゃくちゃ見たんですよ、うん、その辺ってどうでした？私の方でハザードマップの方は見させていただいて、はい、ちゃんと出してもらいました。出していただきました。出していただきました。隠して売ろうとしてなかったですか？ハザードマップ出て見て確認してって感じですか？そうですね、最近だと津波とかそういうのもありますし、あの河川ちょっと川も近かったので、ちょっと増水とかでそういったところもやっぱ心配ではあったので、あの見させてはいただいたんですけど、そういった心配とかも特にはないっていうところも決め手にはなりましたね。じゃあその辺の、まあ、過去の災害とかも見て、そうですね、履歴みたいなのが残ってて、それも安心の一つですよね。あとちょっと聞きたかったのが、マンションの今マンションが持っている修繕費、積立金とか、はい、その辺どうでした？そうですね、そのあたりもレポートでまとめていただいたのを見て、はい、今どれくらいのその積み立てスピードだから、あの将来的にはどうなるだろうみたいなところも担当者の方から説明伺って、このマンション自体が大きめな、大きそうでしたね。そうですね、何個ぐらいあるんですか？そうですね、200あるんですね、はい、あ、じゃあやっぱ積み立てもその分溜まっていくんですかね。その方がやはり積み立てとかが安心できるっていったところもあったので、最初そこはそんなにこだわりないというか、小さな物件でもいいのかなとは思ったんですけど、やっぱ安心とか考えた時にはそういったところの点もあるんだな。ああ、そういうことですよね。確かにセミナーでその話ありましたね。セミナーだともっと詳しく話してましたからね。覚えていらっしゃる。そうそう、思い出しました。思い出しました。じゃあなんかそういった安全面とか、まあ、物件選びのポイントとか、あとそのどんな物件を選んじゃいけないとか、こういう物件の方がいいよとか、なんかそういうのってあんまりこの動画では伝えきれない、まあ、本当にこう興味持ってる人とかはセミナーとかに来てもらって直接お話できるという感じですよね。じゃあそれが10月の12日にそれをやるんで、イベントやるのでよりこういろんな事例とかも見れますよね。そうですね、
で、あと気をつけて、ここ気をつけておいた方がいいよみたいなところを確認できるので、興味ある人は来ていただくという感じで、今日はこんなところでありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでですね、10月の12日土曜日にですね、東京の表参道にあるリノベルさんの本社ショールームでね、リノベーションセミナーを行うことになりました。僕のね、リノベーションの経験談とか物件のね、売却までやったんですよね。そのね、経験談なんかもお話しできると思いますし、その時はね、1ヶ月も経たないうちに売却できたっていうのがあったんで、 YouTube をやるずっと前の話なんで、実はね、これね、やり方があって、すぐにね、売却できるっていうこともね、考えてリノベーションをしたので、そのやり方なんかも詳しくね、お伝えすることもできますし、最近のリノベーション事例って結構ね、似たり寄ったりだななんていう風にね、そんな印象もね、なんとなく感じているんですが、リノベーションだからこそできるね、魅力的な空間を作る方法だとか、おしゃれなのに予算を削減するポイントなども、その時にね、お話しできるんじゃないかなと思います。で、今のところね、すぐにね、リノベーションやるとか家買うとかね、そういう方じゃなくても、今後はね、リノベーションのことも可能性はあるかな、なんかちょっと興味持ってきたななんていう方にこそね、おすすめなセミナーになっていると思いますので、ぜひね、10月の12日土曜日の方、前半と後半でね、回が分かれていますんで、まあ、その辺の詳しいことに関しては概要欄のフォームから応募してみてください。はい、というわけでね、インテリアライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。